全国で唯一国内の LCC5 社すべてが就航する新千歳空港。北の空は今や LCC 激戦区なのです。新千歳に4つの路線を持つピーチアビエーション、この夏新たに顧客の掘り起こしを狙うのは道東です。あんなところに冬も含めて通年飛ぶなんて賞賛はあるんですかと。賞賛の秘密は大阪に。地域との連携を担う特命部隊がありました。ドル箱の新千歳路線でトップシェアを守るバニラエア、他社には、逃がさないと。がっちり掴んだビジネス客、次の一手は秘策の現場にカメラが潜入。6年前、就航後わずか1年で撤退したアジア最大級の LCC が新体制で日本へ再参入。日本のマーケットはもう必ず絶対諦めないと。乗り込んだのは新千歳。全国一の LCC 激戦区で勝負をかける狙いとは。安さだけでは生き残れない。北の空を舞台に繰り広げられる LCC 各社の戦略を追いました。こんにちは、経済ナビ北海道です。今日の特集は格安航空会社 LCC です。利用者の伸びが鈍る中、新たな顧客の掘り起こしに各社が目を向けるのが北海道です。それぞれの戦略を追いました。去年10月、東南アジア最大級の LCC エアアジアの日本法人エアアジアジャパンが新千歳中部線に就航しました。国内初路線です。エアアジアジャパンは LCC 元年と言われた2012年に就航しましたが、搭乗率が伸びず1年で撤退。新体制での再出発です。前身のエアアジアジャパンから勤務している石川さん、新会社の立ち上げに奔走しました。日本のマーケットはもう必ず絶対諦めないと。発着便の4割が LCC の関西や、週に1000便を超える LCC が飛ぶ成田に比べ圧倒的に運行本数が少ない中部。そこに開拓の余地があると考え拠点としました。そして初の就航先に選んだのは新千歳。大手2社をはじめ6社の競合となる激戦区で勝負を挑むのには理由があります。まずは価格競争で他社の顧客を切り崩すこと。そしてグループ会社が持つ新千歳マレーシア線などを利用するインバウンドの中部への誘客です。全部をここに注ぎ込む、はい、営業方法も見直しました。で、国内の方法も、はい、何ですか、今後もやっぱ新聞の展開などは、はい、弊社ってウェブだけっていうイメージを、はい、持たれること方が多いんですけども、はい、前身のエアアジアジャパンはチケットのウェブ予約が利用者に受け入れられず客離れを招きました。今後とも旅行代理店さんとまだやり取りをしたりですとか、旅行代理店さん経由で旅行を申し込まれたりする方が多いので、地元の旅行会社さんとも密に取り組んでいる最中です。就航から3ヶ月、搭乗率は 70% 台と目標に届いていません。しかし他社にはない北海道とアジアをつなぐグループの路線網を生かして利用を狙います。新規参入航空会社ですので、千歳におけるエアアジアブランドというのを力を入れていきたいなと思っています。 LCC は日本では2012年にピーチアビエーションを皮切りに新規参入が相次ぎました。それから6年、新千歳には国内外13社の LCC が乗り入れ、国内と海外6つの国と地域を結びます。 LCC は新たな需要を掘り起こしました。
2016年度の新千歳羽田線の利用客は2012年度に比べて微増。一方、新千歳成田線の利用客はほぼ2倍に拡大しました。しかし近年は国内の利用者が900万人余りと横ばいで、利用者が頭打ちになっています。先月、札幌で開かれたある研究会。新千歳空港にまあまあ近いということがあると思います。そこはまあメリットでもありデメリットでもあるのかなと。空港を持つ自治体の関係者などが参加する LCC 研究会。地方の町は LCC に熱い視線を注ぎます。交流人口が増え、地域活性化につながると期待するからです。紋別空港1日1便ということで、鉄道がない町なもんですから、首都圏から紋別に来ていただくような対策、空港間が連携して面となって、お客さんを誘致していくということで、 LCC にも来てもらえるんじゃないかというような。そんな地方に目を向ける LCC があります。まあ、これからの事業展開はかなりですね、地方への展開が多くなるんじゃないかなと。国内 LCC の先駆け、ピーチアビエーション。拠点の関西国際空港の専用ターミナルには、LCC、ローコストキャリアならではの工夫がありました。チェックイン機ですね。実は、段ボールでできておりまして、すごいローコストというか、コストマネジメントをしっかりやり遂げてくれてる。卒業旅行で、北海道行って、明日やったら雪まつりが。そうですね。雪まつりを見に。乗り心地どうですか？乗り心地はどう？でも着地が上手やなって思います。6年前、ピーチは新千歳関西線を皮切りにハイペースで路線を広げました。2014年以降、4期連続で増収増益を達成。2016年には累積損失を解消しました。我々が展開した路線というのは、いわゆる工事用路線というところを中心に運行して、そこでしっかり警備基盤を固めてきたわけです。地方路線への展開というステージに変わってきました。去年9月には新千歳と仙台、福岡を結ぶ路線に就航。そして今年8月には釧路関西線を開設します。各自治体の非常に熱心な関与をいただきまして、釧路につきましては総合的に勘案したと。道東地域に LCC の定期便が就航するのは初めて。釧路、女満別、中標津の道東3空港の積極的な誘致が実を結びました。一方でこんな声があったといいます。あんなところに冬も含めて通年飛ぶなんて勝算はあるんですかと。釧路関西線の勝算、ピーチは一体どこに注目したのでしょうか。